春茂駅は兵庫県神戸市長田区浜沿い通り5丁目にある神戸市営地下鉄海岸線の駅である。駅番号は K08。駅イメージテーマは新下町公園通り。島式ホーム1面2線を有する地下駅。改札口が地下1階、ホームが地下2階にある。当駅は住宅と工場が混在する典型的な下町に位置する。 周辺の間の地区では住民主体のちづくり活動で有名な地域であり、そのちづくり活動の成果として広げられた通りの名称である公園通りが活動の象徴ともされている。これらより駅イメージテーマは下町のイメージアップも狙い新下町公園通りとした。駅のデザインはヒューマンスケールな下町の街路を現代的な材料を使い表現。コンコースは 壁面の上部を白い豆板、下部をモザイクタイルとし、下町の壁を表現した。また、改札口前の空間を大きく取り、駅の中心と位置づけて、休憩や待ち合わせができる触れ合いコーナーとし、利用者が親しめるものとした。この触れ合いコーナーの周辺には、アートギャラリーメッセージボードを設置し、地域のちづくり活動での使用が可能なようにした。 ホームは対向壁を現代的な板部へと位置付け、床は寺蔵タイル、石、タイルを用いて街路のイメージを取り入れた。また、周辺道路が狭いため、出入り口は道路からセットバックを行い、駐輪場として利用できるよう配慮した。海岸線の乗務員が所属するカルモ乗務区を併設しているため、一部列車は当駅で乗務員が交代する。 上下とも、毎時六本の運行。2019年度の1日平均乗車人員は1857人で、ある。海岸線の駅では、駒ヶ林駅に次いで少ない。開業以降の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。ありがとうございます。